コムナーレ劇場ペルゴーラ劇場フィレンツェ5月音楽祭は、イタリアのフィレンツェで開かれるオペラ音楽祭。1933年4月、指揮者のビットリオグイによって創設された。当初の目的は現代オペラや忘れられたオペラの上演にあり、第1回で上演されたオペラは、ジュゼッペ・ヴェルディの初期の作品、ナブッコだった。当時は、ヴェルディの初期作品が上演されるのは、稀だったのである。 1> 第1回の成功後は各年で開かれていたが、第2次世界大戦中を除いて、グイの後任のマリオロシシが常任指揮者となった1937年以後は、毎年開かれるようになった。現在では、音楽祭は4月末から6月にかけて開催され、通常4つのオペラが上演される。上演は、コムナーレ劇場と小規模オペラ向けのコムナーレ、小劇場。 さらに伝統的なペルゴーラ劇場で行われる。これまで取り上げられた代表的な作曲家として、ピエトル・マスカーニ、リヒャルト・シトラウス、パウル・ヒンデミット、バルト・クベーラ、イーゴリ・ストラビンスキーらがいる。またブルーノ・ワルター、ビルヘルム・フルト・ベングラー、ヘルベルト・フォン・カラヤンらが指揮したことがある。過去には、リッカルド、ムーティ、ルチアーノ・ノベリオなどが芸術家督を務めた。 現在の芸術監督は、パオロ・アルカ、主席指揮者は1985年からズービンメータで2006年には、名誉指揮者の称号が贈られた。2009年、政府からの補助金のカットにより4つのオペラのうち2つが中止になった。ザ・シアトル・タイムズ・ニ・マーチ2009。ありがとうございます。